8レーンにサニブラウン。先ほどと比べて表情違いますか。そうですね、もう集中してますし、ライルズ選手も、もう乗りに乗ってる時は手がつけられないですからね。ここまで来ると技術とかいうよりも力と力のぶつかり合いですので、誰が勝つかわからないですね。うまくすればね、タイムも期待できるかもしれないですよね。今回は時間がまだ早いので気温も結構高いですからね。コンディションいいですね、はい、追い風が吹いてほしいです。大会続けて世界の8人、一つ高いところを目指す。男子 100m 決勝の6位でのフィニッシュ。